はい、続いてですね、釣る前に必ずやることは餌落ちメモリを取ります。上の針にも下の針にも何もついてない、餌も何もついてない状態で餌落ちメモリを取ります。目安は使うトップの、まあ、大体4分の1ぐらいの位置ですね。例えばこのトップであれば半分がここですから、それのまた半分でこの緑ぐらいのところ、この周辺を餌落ちメモリに決めてください。じゃあそれでは餌落ちメモリを実際に取ってみましょう。打ってトップが浮きが沈んでしまいますよね。これはまだ重りが、仕掛けに巻いてある重りが重すぎるから浮きが沈んでしまい、それでは仕掛けに巻いてある板重りをまた少し切ってみました。今この状態は針も2本ついて、針には餌は何もついていない状態ですね。で、今日はこのトップではだいたい4分の1ぐらい、この黄色のメモリが水面上に出るところに決めたいと思います。そうですね、この黄色のメモリが水面上に出るところ、ここが餌落ちメモリになります。